はい、えーと、こんにちは、Google でのプログラムマネージャーをしている鈴木と申します。僕の方からはですね、今日はあはデザインに関する、えー、と話をしたいと思います。はい、それではですね、今回の、えー、GoogleIO であったデザインの話を、えー、と大きく分けると3つのトピックに分かれるんじゃないかなと思っております。1つ目が、えー、マテリアルスイーミング。こちらは今年の IO で発表されたものではないんですけれども、まあ、去年の発表されたものなんですけど、マテリアルスイーミングは、まあ、 相変わらずアプリケーションを作る上では重要次にダークテーマ3つ目が AIML とデザインがどう向き合っていくべきかというところの大きく3つのトピックになるんじゃないかなと思っておりますそれではマテリアルスイーミングからお話したいと思いますこちら2018年の、まあ、去年のですね Google.io で発表したものでしてマテリアルデザインの考え方をより柔軟に より皆さんの作っているアプリケーションだったりに適応しやすくするためのフレームワークの拡張したような考え方ですね。マテリアデザイン自体2014年の Google.io で公開されましてさまざまな端末だったりとかスクリーンサイズに合わせても一貫したユーザーの体験を提供するためにオープンに開発しているデザインフレームワークになっております。 で現時点ではです、ね、数百万を超えるアプリケーションがマテリアルデザインを採用してくださっていましてマテリアルデザイン自体は Android だけではなくて iOS だったりとか Web だったりそれぞれにコンポーネントも提供しているんですがそういったさまざまなプラットフォーム上でマテリアルデザインを利用したアプリケーションが動いております一方で,です、ね、やっぱり課題はありましてマテリアルデザインを使ってしまうと似たような機能を持ったアプリはどうしても似たような見た目になってしまうと。 例えば、えー、っと左側が、えー、Gmail で右側が、まあ、何かしらメールのアプリケーションを作る場合、まあ、フローティングアクションボタンはメールを書くとかどうしてもそのガイドラインに沿って作ってしまうと色がちょっと違うぐらいしか差別化要因ができなくなってしまいそれってもしかしたら自社の持っているブランディングみたいなものを発揮しづらくしてしまっているんじゃないかと、まあ、そういう課題からマテリアルスイーミングというものを、えー、去年公開しました。マテリアルスイーミングの方は えっとアプリケーションが持つデザインの一貫性は保ちつつもそれぞれのアプリを持つ独自なブランドアイデンティティみたいなものをより柔軟に表現できるようなところを目指しておりますでこちら、ユースケースを僕らの方で仮定して作ったんですけれどもまあこういうふうにいろんな例えば EC サイトだった場合どうだろうとか旅行に行くアプリだったらどうだろうとかえっと EC 系のアプリだったらどうだろうとか。 そうさまざまなユースケースに合わせて僕らの方でどういう風にマテリアデザインを拡張することが可能なんだろうということを検討して作っていますでは、まあ、こちらの方ですね今、えっと、マテリアデザインのコンポーネントの方もマテリアスイミングに合わせて拡張できるような形で提供しておりますで今の時点ではスケッチのプラグインだったりも公開していますのでマテリアスイミングをぜひ試したい方はぜひそちらからお試しください グーグルもですね、グ、えーグルもマテリアルスイミングの一誘にだろうと。グーグルもグーグルのマテリアルテーマというものを作って、スイミングを作って、それをグーグルの各プロダクトに当てはめていくと。なんで、マテリアルデザインのガイドラインを読み解くと、必ずしもグーグルのアプリとの、えー、とっ見た目は違うことが結構あるんですね。マテリアルデザインで提案をしているのは割とファンダメンタルな思想であって、グーグルはそれをグーグル流に解釈して、 Google というマテリアルデザインを作ってそれを今各プロダクトに提供しているという形になっていますはい、二つ目ダークテーマですこちら荒木の方からも説明がありましたがダークテーマは荒木の方は説明しなかったと今首を振ったダークテーマですが AndroidQ から実装されたダークテーマに対応したアプリにどのようにデザイン側で対応していくべきかという話をしたいと思います あのダークテーマ、アクセスビリティの観点で非常にあのよく聞かれるんですけれども、あのもう1個、バッテリー消費量が、えーまあ、条件自体にはよるんですけど60%近く、えー、消費電力を抑えることも可能になっております。で、えー、とここでダークテーマが出てきたことによって、えー、と何が一番重要なのか、1つがユーザーさんが、皆さんが作ってらっしゃるアプリに、ダークテーマ用のちゃんとテーマが存在しているという期待値が。 上がってきてしまってててきしままいることだとだ思いますなのでユーザー参加すると OS の方でダークモードになったらアプリケーションもちゃんとダークモードに切り替わるんだろうという期待を持ってアプリケーションと触るようになってきたっていうところがまず一番大きいです。で次にまあそれをやるためには一つ僕らの方からの提案としてはマップコンパットのデイナイトモードを使いましょうと。で僕らの方でさまざまなライブラリだったりコンポーネントをえーとダークテーマの 合わせた形にしてきますのであのアップコンパクトのバージョンを上げていただいたりとか、えー、既にマテリアデザインコンポーネントを使っている場合はそれをバージョンも1.1に上げていただくとで、えー、いう形で考えていただければなと思っていますじゃ実際に、えー、とマテリアルデザインを使ってダークモードを実装する場合どういうふうに、えー、ステップアイステップで気をつけなきゃいけないかこのような、まあ、ちょっとダッシュボードアプリをちょっと目的に考えていただければなと思っておりますこれがまあライトモードとダークモード切り替えているパターンですね まずダークモードで一番重要なこととしてコントラスト、えー、とサーフェス自体要は背景が黒になるのでその上のコンテンツがちゃんと読めるようなコン,テクスト,コン,テコントラストをつけましょうとで結構大事なのが黒バックの上に今まで通りの文字を載せてしまうと逆に眩しくて見づらくなってしまう,っていうケースがあるのでちょっと彩度を下げるってことが大事になりますとでまた、えー、と僕らが推奨しているダークモードのダーク 要は真っ黒じゃなくてですね、約大体93%の黒なんですね。なので100、100%黒ではなくて、ヘクサの数字いくと121212っていう数字になるんですけれども、約7%ぐらい93、93%ダークモードっていう感じになっています。本当に黒にしてしまうと逆に本当に眩しくなってしまって、アクセシビリティ的な観点から逆に推奨はできません。で、サーフェス、マテリアルデザインのガイド考え方として、複数のコンポーネントが まあ異なる Z 軸の高さを持つことによって情報を整理しているんですけれども,も高いまあ Z 軸を持っているものはえ明るくしましょうでサイドえプライマリーカラーのサイドはえと下げることでアクセシビリティを考慮しましょうでまた全体的に使う色を減らしてあげるということもえ大事になってきますはいえとこのようにですねちょっとどのこにそのサーフェスがあるかによってえとどれくらいの Z 軸の高さによって サーフェスの色を変えてあげるとより高い Z 軸を持っているもの例えばフローティングアクションボタンだったりとか、まあ、そういったものはより明るい色にしてあげるということを推奨していますで今ですねスケッチアプリ用に、えー、とダークモードの Android のステッカーシートを作成していますのでぜひあのご活用くださいでは実際ダークモードを使った例としてどんなのが挙げられるかというのも Google の製品を例にとってご紹介したいと思います1つ目が Google ドライブの例ですね グーグルドライブであのこう何もないファイルのところとかそういったところでこういったイラストが入るんですけれどもまあそういったところでイラストの配色だったりとかそういったところをいかに変えるか例えばえっとこちらかなえっとこれキャンプしてるファイルがエンプティーだとこういったなんかのんびりしたあのキャンプしてるようなえっとイラストがあるんですけれどもこれを全く背景を黒くだけしてしまうのではなくて黒く背景をした場合 ちょっとあの着てる服をちょっとサイドを落としたピンク色にするとかえと逆にランタンの周りをちょっと明るくしてあげるとかまあそういったえと暗い背景でも見える前提のえとイラストレーションに変えてあげることがまあユーザーにあのいいより良い体験をする上で大事なんじゃないかなとと,とりあえず背景を黒くしましたではなくてまあそういった細部のところにぜひえと着力していければなと思っておりますで次に Google カレンダー Google カレンダーのアプリケーションを使ってらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけれどもやっぱ予定ごとに色を変えたりとかすることができますよねまた複数人でカレンダー共有している場合はそのカレンダーごとにまあ人ごとに色を分けたりとかしているので色というのが非常に重要な機能になっていますでこのように一人での使っている場合でも例えば緑色のところが自分の予定で例えばえっと ブルーのところが例えば会議の予定みたいなものだったとするとまあそういったふうに自分の中で色を使って用途を分けていると思いますでこの際ですね実はあの上が上がライトモード下がえっとそのダークモードですで若干本当にもしかしたらえっとライブスリー見てる方は見づらいかもしれないんですけどもほんのちょっとだけサイドを下げてますなので一番左のライトモードの青と水色と えー、ダークモードの水色では若干サイドが異なってよりアクセシビリティに考慮した見え方を、えー、しておりますとすごくより見づらくなるかもしれないんですけど本当左側の緑も上がライトモードの緑下がダークモードの緑というような形で、えー、と同じぱっと見近しい緑なんですけれどもあのアクセシビリティを考慮したサイドの調整を、えー、よろしくお願いいたします。 はいそれでは3つ目のトピック、機械学習を使ったアプリのデザインに関してです。ここまでですね、割と機械学習はさまざまなえとテクノロジーのアップデートでえーとお話しされてきました。例えばえ、菅さんの方でエメルキットの話があったりとか、佐藤の方うでまあテンサーフローの話があったりとか。実際に僕の方では、どのようにデザインがそういった機械学習と向き合っていくべきなのかっていうところをえお話したいと思います。その例として、本日のセッションでもエメルキットの説明させていただいたんですけれども、 じゃあ、ML キットを使ったアプリをどのようにデザインで、よりユーザーさんが使いやすくできるのかというところをえお話したいと思います。例えば、よくあるえと機械学習のまあ ML キットのデモアプリだったり動かすと、何かそこに映っているものが何かみたいなものを検知するアプリケーションって、よくデモとか、僕らがえと公開している Google のコードラボの方でも、こういったアプリケーションが結構あるんですね。こうかざしているものに映っているものかと。ただこれでユーザーさんから見たら何が起きているのか全く分からない。し まあこのまま外に出してもユーザーさんが何がすごいのかが分からないやっぱりそ,のそういったユーザーさんがどのように分かりやすくするかというところが一つデザインの力なのかなと思っていますなのでこれがまあ一つの、えーとまあ、モックとして作ってるものなんですけども検知してでその検知したものをサムネイルにしてちゃんとそれの情報を出すとじゃステップアイステップでどのようにできるかと。 あ,あともう一つですね、あの機械学習を組み込む際に予想してなかったことってよく起きると思うんですよ。何かを映したつもりが何も反応がなかったとか、えー、と何か検知がうまくいかなかった、そういったエラーをどのようにハンドリングするかということも、えー、デザインの課題かなと思っています。今回はですねあの、オブジェクトディテクションライブカメラみたいな、例えばカメラアプリみたいなものを立ち上げて、見渡すとそこに写っているものを検知して、それに映っているものが何かっていうものを ユーザーさんに教えるというようなアプリケーションをじゃあ作る例と考えてみましょうまず大きく3つぐえっの考え方に分かれるのかなとセンシングとそれを何が写っているのかっていうものをセンシングするものと写ったものが何かっていうものを解釈するもので解釈し終わったものをユーザーさんとコミュニケーションするという3つのフェーズに分かれるかなと思っていますデザインのフローを考える上でまずセンシングですね えっとユーザーさんはなんかこのアプリケーションを立ち上げたらおそらくこういう丸いふわんふわんふわんとしたものがえっと浮かび上がってくると思いますで多分実際この時のユーザーさんは何をしていいんだろうということに悩まれると思うんですよねなのでこういった形でこのアプリケーションはどういうことができるアプリケーションなのかということをきちんと,えっとオンボードイン画面を出してあげることが重要になります機械学習によって新しい可能性をアプリケーションに付与することができた場合それがどういう機能で どういうふうういいいに使ののかとをきちんと説明してください例えばどんなオブジェクトを認識するのかとか自分で端末を動かさなきゃいけないのかとかそういったことをえぜひオンボーディング画面でまあアニメーションだったりをうまく利用してご説明いただけるといいんじゃないかなと思ってます次にえとレクチルというまあこの円のことをレクチルと呼んでるんですけれどものレクチルというものはアニメーション付きを表示してあげて今それがえとセンシング中ですよっていう今のステータスを きちんんとととユーザーザさんに教えてあげることが大事だと思いますそうすることによってユーザーさんは何かエラーが起きているんじゃなくて今正しく作動しているんだということを分かりやすく認識します。またポイントとして下にあのツールジップを表ページ下部にツールジップを表示して何をユーザーさんにしてもらいたいかということを促すことが大事だと思います。例えばここでしたら、まあ、プラント、ショック、まあ 物に対して、えー、とポイントを合わせてねっていうようなことをツールシップで促してあげるで。もちろんですねあの外部でやってると自然環境下だとやっぱ光が強すぎたりとか暗すぎたりだったとかあとそういったオフイレギュラーなケースっていうのがあると思います。なのである一定時間何も検知されなかった場合あのプロンプト画面を出して、まあ、トラブルシューティングを行ってあげるということも、えー、大事になってくるかなと思います。で 次にこう何か判別するものが認識された場合ですねこうフェンセンシングが行われてまあ何か一つの植物に対してこうきちんと認識が行われた場合その場合のフェーズはどのようにオブジェクトを今検索してるかということを出してあげるのが良いかと思いますまず API を判定するボックスを表示してあげることによって今これを検知してますよとこれを今この写ってるもの何かのこの画面の中のどこを今 えと選択してえ実行されてますよというところをえーユーザーさんに伝えてあげることが大事かなじゃないと先ほど佐藤がえと説明があったみたいに数秒間ユーザーさんは何が行われているか分からないまま処理を待っている間にこれはエラーなのかエラーじゃないのかということが分からなくなっているのでそういった数秒間のディレイだったりのためにこういった今どういう処理が行われているかということをえ提供してあげましょうと。もちろん例えばユーザー,からえーさんが認識したオブジェクトが遠すぎたりとか あとクラウドと接続しない、しなきゃいけないもので、オフラインでえなってしまっているとか、そういった場合はどのようにあのしてほしいかというところをえ促してあげる必要があります。で、何か判別した場合、ここが最後のフェーズなんですけれども、検知したものの結果をどのように表示するかをきちんと UI に落とし込んであげることが大事だと思います。冒頭で見せた ML キットの例だと、画面のところに文字がしたけがひたすら出てくるというものではなくて、 何を、えー、と認識したかっていうもののサムネイル写真とそれを検索結果でどういうものが表示されたかっていうものをきちんと,、えー、とボトムシートで表示してあげてください、まあ、そういった形で情報をきれいに整理してあげることによって、まあ、機械学習というものはあくまでもゴールではなくて目的を達成するための手段だと思っていますなのでその手段をいかにユーザーさんに、えー、使っていやすく使っていただけるかっていうところのために、まあ、デザインが、えー、寄与できるんじゃないかなと思っております でまた検知したオブジェクトがですね若干怪しい場合は複数の候補を出してあげてまあユーザーさんに選んでもらうというようなサポートを促すということも大事ですし再度検知するというような再度検索するみたいな機能をつけてあげることも非常に重要かなと思っておりますで本当に何も検知できなかったということも多々あると思うのでその場合はトラブルシューティングだけじゃなくてヘルプページへのナビゲーションのようなものを作成することによって ユーザーさんが何をそもそもプラントを検知するものなのにひたすらと動物を追っかけた可能性もあるのでどういうものですよっていうところをきちんとヘルプページを提供してあげることも大事になってますこういったことを提供してあげることによってユーザーさんにより良い体験をするアプリケーションというものと機械学習の持っている強みというものをより相乗効果を合わせてより良いアプリが作ればいいのかなと思っております Google.io でですね このように AI とデザインの関係性はどういうところにあるんだろうというところでガイドブックを公開しました People Plus AI ガイドブックですねこれはですね先ほど佐藤が申し上げた AI の原則をより具現化したようなものになっていますより今僕が話したように実際のアプリ開発とかプロダクト開発をする上でどのように機械学習のことを注意して使うべきかというのをより具体的な 内容を含めて作っておりましてこのガイドブックを作るにあたってアルファベットおよび Google およびアルファベットの社員がですね数百人の人間で作っておりますとなので Google のさまざまなサービスで機械学習とか AI が使われていてそこで得た知見をみんなでこう一つのガイドブックとして作り今一般に公開しているという形になっております はい、なのであのプロダクトを開発する際には是非、えー、参考にしていただければなと思っております。